大阪市立鶴町小学校は、大阪府大阪市、大正区にある公立小学校。大阪市の蓄光計画によって、大正時代に鶴町地区が埋め立て、開発されたことに伴い、大阪市伊豆大二尋常小学校より分離する形で、大阪市鶴町尋常小学校として1921年に、現在地に開校した。開校直後にも、 地域の児童数が増え続けたため、従来の校区の一部を分離して、大阪市南岡島尋常小学校、大阪市港南尋常小学校、大阪市新地と世人上小学校が相次いで開校している。港南尋常小学校は、鶴町、南岡島の両校の校区を再編し、また新地と世人上小学校は鶴町小学校より分離した。 1941年には国民学校令の実施により大阪市鶴町国民学校へと改変された。また、江南人上小学校は江南国民学校、新千歳人上小学校は新千歳国民学校へと改称している。太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年9月以降、学童集団疎開が実施されることになった。疎開先は、 各行政区ごとに指定され、対象区の国民学校には、徳島県が疎開先として割り当てられた。鶴町国民学校の児童は、徳島県明財郡石井町、相場武村、浦、昭村、高原村、高市村に疎開することになった。また新千歳国民学校の児童は、三好郡池田町へと疎開することになった。港南国民学校の児童は、長郡、 桑野ノ町、ミノ林村へと疎開している。1945年3月の第一次、大阪大空襲では、港南国民学校の校舎が全焼した。また、同年6月1日の大空襲では、鶴町国民学校の校舎が全焼、新千歳国民学校の校舎が反殖する被害を受けた。戦災の影響で、鶴町、新千歳の両校は百四十六年に、 休校となり、大阪市北岡島国民学校に統合された。また、江南国民学校も1946年休校となり、大阪市南岡島国民学校に統合されている。江南国民学校跡地は、大阪市立大生成中学校として、転用されている。地域の復興に伴い、1949年に、大阪市立鶴町小学校として、 再開校した。当初は、旧新千歳国民学校後に、仮校舎を設置した。1950年には、現在地に校舎が復興して移転している。なお、仮校舎として使用されていた、旧新千歳国民学校及びその周辺地域は、対象内校の建設に伴い、内校の敷地として海中に沈んでいる。1950年の全台風。 1961年の第二室戸台風ではそれぞれ校舎浸水の被害を受けている。1970年代後半以降、地域の児童数の激増傾向が目立つようになった。1975年頃から運行設置要望が具体化した。学校敷地を探した結果、大阪市公安局の用地が空地になっていることが判明し、 公安局用地を分校敷地にすることが決定した。校舎建設工事を経て、1979年4月1日付で、大阪市立鶴町小学校分校が開校した。当時4年生児童を収容する学年分校とした。学校、地域の関係者は1980年1月、分校独立の方針と振興の公明を、大阪市立、 鶴浜小学校とすることで合意した。公明の鶴浜は1976年までの町名、鶴浜行きに由来する。大阪市条例改正で学校設置が正式に認められた後、1980年4月1日付で大阪市立鶴浜小学校が開校した。鶴町のうちおおむね対象通りの西側を航区とし、開校時には、 校区内在住の5年生以下の児童が鶴町小学校から移った。開校1年後の1981年11月1日には、鶴町小学校60周年記念式典、鶴浜小学校開校記念式典を両校合同で実施している。しかし、地域の児童数の減少により、2000年代には小規模校となり、学校再編が具体化した。 地域との折衝や大阪市会での関連条例の可決を経て、2015年3月31日付で、鶴浜小学校は閉校となり、鶴町小学校に再統合された。ありがとうございます。